朝日学園もしくはロサンゼルス補修授業校は、ロサンゼルスメトロポリタンエリアにある補修授業校、ロサンゼルスの日本語教育振興協会により設立された。1988年、2500人の生徒がいた。日本語や科学、社会科学、数学が教えられている。1987年の時点で、すべての4つの教科について学校の各備に教えている。 南カリフォルニア日系企業協会が1997年現在、財政的に学校を支援している。1969年設立。その時は一つのキャンパスと68人の生徒がいた。1986年までに、キャンパスは4つになり、生徒は2400人いた。ダニエル・ウェブスター・ミドルスクール学園本部は、ロサンゼルス。 リトル東京にある日米文化会館3階の308号室にある。ガーデングローブのサンティアゴ高校にあるオレンジキャンパス、サウスエルモンテのサウスエルモンテ高校にあるサンゲーブルキャンパス、ソーテルのダニエル・ウェブスターミドルスクールにあるサンタモニカキャンパス、トーランスのトーランス高校にあるトーランスキャンパスで授業が行われている。 高等学校の授業はサンゲーブル以外の3つの場所で行われている。1986年現在、オレンジ郡から離れたところからバスを使って高校のキャンパスに行っている。1986年から1987年に4つのキャンパス、パサデナに1つ、ガーデングローブに1つ、ダニエルウェブスターミドルスクールに1つ、サウストランス高校に1つのキャンパスがあり、生徒がいた。 1997年には、ロサンゼルス軍とオレンジ軍に5つの分校があった。トーランスキャンパスは1980年に開校し400人の生徒を迎えた。1987年、トーランスキャンパスには773人の生徒がいた。学園事務局サンタモニカ校トーランス校サンゲーブル校オレンジ校 場所学年は4月に始まり3月に終わる日本と同じものを用い、授業は毎週土曜日に午前9時から午後3時半まで行われる。授業料は日本から注文した教科書のために使われる。1986年現在、1から9年生は毎月49.5ドル、高校生は毎月67.5ドルの授業料を払う。 1987年には学校の登録料が150ドル、年間授業料は600ドル以下であった。1986年現在、すべてのキャンパスに図書館がある。西ロサンゼルスのキャンパス図書館員のファッツオッコ、ママ、藤田氏はキャンパスでは5000冊の本の貸し出しを許可していると述べている。西ロサンゼルスキャンパスの教頭であるキミコリンは、 他にすることのある学生に過重な負担をかけることを避けるために宿題ではなく授業に重点を置いていると述べている。よって宿題が出るのは時々である。1987年現在47人の教職員がいる。学校の理事は日本からの来た人であり、文部科学省の認証を受けた人である。同省は職員が朝日学園に来て教えることを勧めている。 1986年、南カリフォルニア日系企業協会の常任理事、松岡博氏は、ロサンゼルスメトロポリタンエリアの日本企業に勤める、約3500人の日本人のうち85%が、朝日学園に子供を行かせていたと述べている。ありがとうございます。